ヤバトン新本店、ヤバトン本店旧建屋。現在は関連会社レストランわらじ屋に改装。ヤバトンの鉄板と、んかつヤバトンのわらじと、んかつ、株式会社ヤバトンは、愛知県名古屋市中区大須にあるとんかつの専門店を運営する企業。1947年5月創業。1951年1月に有限会社として法人化。 2006年に株式会社に改装、味噌カツ専門店である。店名は、創設時の名称、ヤバのトンカツを略称したことから。ヤバとは、本店所在地のヤバ町のことで、現在の大須にあたる。店舗は、愛知県に12店、大阪府に4店、東京都に2店、三重県、富山県に、各1店存在する。対王国のホテル事業会社とフランチャイズ契約を結んで、 2014年11月にバンコクに開店し、海外に初進出した。2016年6月に大阪松竹座に開店し、関西に初進出した。蒸気以外にもテイクアウトのみ可能なお持ち帰り専門店が3点存在する。メニューには味噌カツ丼のほか鉄板トンカツ、わらじとんカツ、串カツなどがある。定食屋だった頃の名残で、 カレーライスもメニュー表に掲載されており、このカレーライスは創業当時からあるメニューでもある。なお、2009年2月中旬、名古屋の食品卸会社、東刊と共同開発したヤバトンの懐かしカレーが発売されている。ヤバトンの味噌だれは一般的などろりとした黒に近い色のものではなく、さらりとした茶色に近いくどみのないもので、乗せるというよりつける。味噌の旨味が 豚の身や油の甘さを引き立たせる。地元の人が日頃よく食べる味噌カツよりライトの味わいのものであり、本物の赤味噌ダレに慣れていない観光客向けといえる。CM に関して2011年頃まではキャンペーンなどを中心にラジオ CM を流す程度だったが2012年と中頃からオリジナルソングを作成、テレビ CM、ラジオ CM を放送している。 2015年4月、公式野球部ヤバトンブースターズを設立し、日本野球連盟にクラブ登録として加盟した。2019年10月6日、オリジナルアニメ、オースのブーちゃんを制作した。横綱豚はヤバトンのマスコットキャラクターで、その名の通り横綱を占めた豚である。ヤバ町本店の外壁に大きく金色で描かれている。ただし、 横綱豚という正式な名前はあまり使われず、公式ホームページ上でも、ブーちゃんと呼んでいることがある。利用客も、ブタちゃん、ブー、トンちゃん、トン様など、様々に呼んでいる。横綱豚のイラストのついた、T シャツ、タオル、マグなどのキャラクターグッズも店で販売している。本店限定であるが、横綱豚 T シャツを着て来店すると、 串カツ一本の無料サービスを実施していた時期があった。2007年10月現在は T シャツ着用で来店すると長島店を除く前店で来てきた人だけが知ることのできる美味しいサービスが受けられる。上記のアニメでは落合福祉がブーちゃんの声優を担当している。ヤバトンは地元のプロ野球球団である中日ドラゴンズとの関係が深いことでも知られる。 星野千一をはじめ、ヤバトンに通った歴代の選手が寄贈したユニフォームが、店内に飾られている。ドラゴンズが、名古屋球場を本拠地としていた時代には、同球場で、ヤバトンの、味噌カツ弁当が販売されていた。名古屋ドーム移転後もしばらくは販売されていたが2.3年で、諸事情により発売中し、その後2010年8月から発売が再開されている。 弁当の発売が中止になった時期からは関係がやや疎遠になっていたが2006年になって天命にちなみ8810の背番号のドラゴンズのユニフォームを着た横綱豚を描いたタオルが発売された。毎年開催されるドラゴンズの北陸遠征で試合が行われる球場のバックネット裏などに広告看板が設置されることがある。2008年韓国のソウルに ヤバトンの模倣店、ヤバトンが営業し、無断で商標登録を行っていた。名古屋のヤバトン側は、韓国の特許庁に異議を申し立てるも、韓国では有名ではないとして、申し立ては認められなかった。また、韓国の公正取引委員会にも異議申し立てを行っていたが、模倣店側が商標権の譲渡を行うことで、和解したため申し立ては取り下げられることとなった。 ヤバトンはカンボジア小学校建設プロジェクトを実施している。これは2002年にカンボジアのアンコールワットを訪問したお上の鈴木純子の発案である。物恋をする子供たちの姿に衝撃を受けてカンボジア小学校建設プロジェクトを開始した。店内に募金箱を設置し、集まった寄付金や共産企業の支援金を原資として、 カンボジアに小学校を建設。2008年9月10日現地で初めて開いた小学校の開校式が行われた。2019年4月現在で5校の小学校を開校している。2017年10月に一般財団法人ヤバトン子ども基金を設立。活動の一環として2018年1月18日に第1回子ども食堂が開店した。 詳細は公式サイト、店舗のご案内を参照。銀座店広報資料、プレスリリースなど一時資料。ありがとうございます。